カフテングルーツに帰る、危ないか危なくないかね、危ないと思いますよ。ずっと殴り合ってるのも私は面白くないから、そういう役割ができたのに。はい、じゃあ今回第2回目ということで、はい、今回はゴーマンについてちょっと深掘りしていっていただきたいなと思うんですけど、ゴーマンって団体ってどういうことというか、そもそもゴーマンの意思だったりそういったところを教えていただいてよろしいですか。はい、ローマンっていうのは、昔から僕が、やりたかった、見たかった、見たかったんですね、最初は。僕、競技者だったんで、やりたかったけど、誰かやってくれないかなってずっと思ってたもんですね、最初は。で、結局、でいつ誰がその始めるのかなと思ってたことを待ってたら、この年、去年、一昨年になってしまって、誰もやらない時に住吉さんが、直さん何か大会やりませんか、多分住吉さんは最初は多分石垣でやる、ローカルな大会を考えてます、で、じゃあちょっと俺がずっとこの20年以上やりたくて、やりたくてというか誰かやってくれないかなと思ってたものを全部まとめてそれをぶつけたらこれが面白いから、ちょっと鳥肌立ちましたもん。あ、ですよ、聞いた時ありがとうございます。でそれで、じゃあ、石垣でやる小さい大会、それもいい、もちろんいいんですけどね、だってそうじゃなくて、それはそれで、それはそれでまたいつかやる、その話はいつかして、じゃあ僕らで大会やりましょうって、じゃあなんか、じゃあ本当にやりますかみたいな話になって、僕もそれからずっと、暇な時間ずっと考えるようになって、そしたらいろいろ案がまとまってきて、で名前も降りてきたんですよ、ルーツ、格闘技のルーツに帰る、もので、そしたらルーツオブマーシャルアーツ で最初ローマから、ローマの血統もありだし、これはなんかすごくいいんじゃないか、でそこにネット、僕らのチームはネットワークを入れてローマって名前が降りてきたんですけど、で今まで、道義 MMA っていうのは結構その歴史はあるんですよ、いろんな、団体がだったり競技あったんですけど、ちょっとね途中で終わっちゃったのが結構多いですね、これね理由もちょっと僕も完全に分からないんですけど、おそらく一つの僕が思うところとしては膠着をされたね、やっぱり、総合格闘技ですらつい最近なんですよね、そのなんか、総合格闘技が面白いみたいになったと言われるのって、今から多分やっぱね、オリゴンで石垣来たばっかで移住して12年になるんですけど、まだ来たばっかの頃はいろんな人からなんかそう抱き合ってるばっかで面白くないとかそういう声が結構聞かれたんですけど、ここ多分ね、5年ぐらいであまり聞かれなくなってきた。そう思わないですか、頑張りましたね。すごい。若い人とかね、全然格闘技、競技者じゃない人からも、普通に、興味あるせん、ライジン。そう、僕、それで決定的なことがあって、こっちで、たまたま、ちょっとお金持ちの人が来たんで、たまたまそういう、ちょっと夜の女の子がいる飲み屋にバーって行った時に、なんかやってるのって言われて、もう引退したけど、これこういうのやっててって言って、でもあれでしょって、組み合ってばっかり面白くないでしょって言ったら、全然そんなことない。なんかキュッてやる方が面白いって言って、ずっと殴り合ってるのも私は面白くないって、そういう子が出てきたって言って、これはどっちがいいとか悪いんじゃないんですけど、昔はやっぱり、殴り合わせる距離、ボクシングとか、キックボクシングじゃないと、総合格闘技とか柔術みたいな、寝技でゴロゴロやってるのは流行らないって言われてるんですよ、だけどその概念も変わってきて、で総合格闘技が、できてそれだけ、時間がかかったんですよね、浸透する。で道義 MMA は道義 MMA というか道義を着た競技っていうのはさらに多分膠着しやすいんじゃない、道義を持てる、確かにそれも一理あるんですけど、多分ね、見慣れれば僕は大丈夫なんじゃないか、で、ちょっと今話前後しちゃったんですけど、今までの道義 MMA が、
あの続かなかったんですよ。消えた原因っていうのはもしかしたらですよ、仮説ですよ、あの膠着するからこそ時間制限とかルール制限を結構してしまったので、あのそういう競技ってなんかあんまり今まで僕続いてるイメージがなくて、うん、あの特に総合系とかでたまにあったんですよ、ね、足を組んじゃなくてクローズドガードって、ね、クローズドガードっていう、まあちょっとまあ、大体見てる人知ってるけど知らない人もいるかもしれない、足でね相手の胴体を絡めたりとか、あのそういう要するに膠着状態、ね、あんまり動けない状態を誘発するようなルールを取っ払ってきた団体って、うん、まあ動かなきゃなんないけど動くじゃないですか。だけどやっぱりその膠着を、することもできるルール、うん、でやっぱりそこから一歩踏み出して、勝ちに行くとかそういうところに多分、うん、あの人間ってドラムを感じるんじゃないかって、ずっと動かなきゃいけないリードだったら動くの当たり前じゃないですか、うん、だから僕はもう一つの賭けですよ。そんなこと言ってあいつらの団体失敗したじゃんって言われるかもしれないんですけど、うん、僕はあえてその膠着とかをできるルールで、うん、あの時間制限も、特になく、あのまあ一応その細かい話すると同意 MMA というのはラウンド制なんで、ラウンドで一応あの一回リセットされるんですけど、うん、でもラウンドが5分間だとしたら5分間は基本的にはレフェリーが間に回って入ってこう、あの、2人を離すこととかなくやり続けるルールになると思うんですけど、膠着をちょっと恐れずにやってみようかな。そういうところが、まあ、あの今まで従来の同意 MMA とはちょっと違う、うんうん、そうですね。だから膠着は意外にみんなあったらブーブー言うんですけど、なきゃないんで、多分その膠着を見てるこのイライラも含めての僕は格闘技なんじゃないかなっていうのが、まあ僕の考えです。反論もあろうかと思います。ちょっとそういうところですね。うん、違う。膠着をだから楽しめるような、うんうん、その新たな見方っていうのが、うん、あのもしかすると今はブルーオーシャンかもしれないですけど、うん、そこの楽しみみたいなのに気づいていくっていう、そうですね。可能性もあるわけですね。はい、そうですね。やっぱり今のこう日本の格闘技界がやっぱりその日本ってバーンって盛り上がってバーンって消えていく、まあ、ライジンさんは結構すごく長いんですけど、今までってすごい団体がバーンって出て消えてバーンって出て消えてっていうのは結構その激さを追求してしまって、うん、毎回、ね、あの KO とかでの KO っていくと、うん、それは続いてるうちはいいんですけど、どっかでやっぱりあの前回よりこの大会は面白くないなって、うん、あると落ちていっちゃうじゃないですか、うん、だけど僕ある時思ったのが、僕格闘技しか興味ないから他のやつほとんど見なかったんですけど、たまたま何年か前にサッカーのワールドカップなんかでなんかパスをこう日本人が日本チームが回してて、それが話題になったじゃないですか、はい、あのポーランドのでしたっけね。で、あれで、なんか、ある解説者が言ってたのは、あ、これを楽しみるようになった日本のそのなんか、観客のレベルが一段階上がったみたいな、それが面白いか面白くないかの解説でした。あれはやっぱり正々堂々と、うん、そうそう、ぶつかり、そう、はい、それはもちろん大事なんですけど、うん、やっぱり、例えば今、その、ライジンとかにも来て、メイウェザーってボクシングの選手いました、ね、うん、はい、どんな使用試合でも、あの、ちょっとの差でも勝つみたいな、うん、やっぱり突き詰めるとそこに興味を持っていけないんだけど、格闘技って、うん、あの格闘技って、まあ、あのスポーツっていうか競技として成熟していかないんじゃないかなってことなんで、うん、もうもちろん毎回そんな試合だったらダメですよ、うん、だけど最終的にはあの派手な KO とか試合の面白さだけじゃなくて、うん、どっちが1ミリでも勝ってたのかみたいなところに、まあ、もちろん僕らの団体だけじゃそれ無理ですよ。だけど、あの、格闘技全体で、格闘技界全体でそういう意識を持たせるところまで、うん、あの、日本人の、あの観客の意識を上げていけたら、僕は、あの、海外に勝てるんじゃないかな、うん、UFC とか、まあ。そういうところを、あの、なんですか、もちろん、競技を面白くする、選手、個々の意識は大事です。まあ、坂木原さんとおっしゃってるじゃないですか。まあ、あの大事なのね。負ける
覚悟を持って勝ちを取りに行けみたいな、まあ、すごくいい意味なんですよ。でこれ選手はもちろん持ってほしいですよね。だけど最強のやつ同士が使用試合になってもそれを楽しめるあのなんか観客のその超えた目というか、それを育てていくことも両輪として大事。こっちだけでもダメだしこっちだけでもダメだし、それができたらやっぱ日本人って基本的にこう、ね、マーシャルアーツ発祥の国、それがまあそれをあの意味を込めてローマンっていう名前もつけたんですけど、そのすごく基本的に格闘技の武士道とか大好きな国じゃないですか、うん、でそこがやっぱり今ちょっと海外に押されちゃってるのはそのエンタメが悪いと言ってこの片方だけに、頼りすぎてるんじゃないかなと、うん、でじゃ あのでもこれを言うとね、じゃあお前らの団体そんなことできるのって、僕らだけじゃさっき言ってできないし、まだ始まってもの弱小団体、まあ、今のところ、うん、でみんなでそういう意識を持ってやっていい。僕もねあの ツイートでこういうこと書いた時にお前の団体の時にできるわけねえじゃねえかって僕言ったから、いや、当たり、だから、もちろん当たり前ですよって言って、僕一人じゃできなくなりました。みんなで、そしたらなんかすごい納得してくれて、仲良くなって、フォローもしてくれたんですけど、うん、もちろん、その、新しいことをやろうとすると、必ず、あのこっちの団体こんな頑張って、こんなでかいのに、お前何言ってんだってあるんですけど、ね、そういう対抗心とかじゃなくて、ね、一緒によくしてくれ、僕らが、あのこういう色を出したので、もしねそういうのになんかもう少しでも共感してくれる人が出てきたら、ね、その、まあ、ライジンさんみたいなのを大きいところ、ね、大きくて売れてるところと僕らみたいなところがだんだんね育てて、そのエンタメと興味性のところの両輪を、うん、あ担っていけたら夢ですよ、うんうん、あくまで現段階では鼻で笑われちゃうと思うんですけど、やっぱりそういうなんか大きい志は持ってないと逆にやり意味がないのかなっていうところで、でみんなやっぱりあの若い子がボクシングジム入るとき、総合のジム入るとみんな世界チャンピオンの夢見るじゃないですか、うんうん、僕もまだその入ね、この世界に入門した段階なんで、うん、何言ってるんだって言われるかもしれないですけど、あのローマンとしてはそういう大きい夢は持ってますね。現実的なものとしては今もう第1回大会成功させるね、うん、あの一人声かけて、それはさあの今言ったことと矛盾するかもしれないですけど、面白い人はしてほしいですよ、うん、めちゃくちゃ面白い人でした、うん、ただ紅茶とか紅茶っていうのはもうあのいい意味で付き合っていかなきゃいけないものだと思うし、うん、っていうそういう話なんです、うん、だからルールでそれを無理に動かす、変に動かすようなことは、うん、しないようにしようというのが、うん、僕の考えです、うん、はい。まず1個僕あの道義、まあ、膠着っていうのは確かに生まれる可能性があるし、そこの見方っていうのもね、なんか可能性があると思うんですけど、道義着用の MMA って今やっぱ MMA ってほとんど農技っていうか裸でやってるのが主流だと思うんですけど、やっぱり道義って、まあ、人間っていうか服を着てることが多いので、そうですね、かなり実践的なんじゃないかなと思うんですよ。そうですね、僕も思います。うん、まあね、実践とか言うとやっぱり結構あれが混んでるじゃないですか、まあ、なんか出てきたらなんだろうとか、だけどまあ、ね、服って確かに誰でも着てるし、うん、ビーチとかめちゃくちゃ暑い地域じゃないけど、うん、それをやっぱり利用できる、もしくはね、その相手が引っ張られても普段から引っ張れなられてればこう、うん、耐え方も分かるし、うんうん、っていうので言うとやっぱりその、まあ、より、まあ、実践というか、まあそうですね、普通にストリートとか残りやすい、うん、その小競り合いに近いものではあると思います、ね、うん、はい、なんかそこのね、道義があるからこその技っていうのを柔術界でも普通にあるじゃないですか。そうですね、そうですね、ああいうのは MMA でね、見てみたいな。そうなんですよ、だから僕もずっと今のところやっぱりその、MMA どんどん進化してきて、柔術が進化してきて、うん、でじゃ あの両方がじゃあどういう MMA で頼ったらどうなるのかっていうのがすごい興味あるんですよ、うん、もうやっぱり僕らが想像もつかないような展開が生まれると思うんですよね、うん、ちょっとルール違うだけで全くね、例えば柔道と柔術なんて素人の人からしたらあんまり区別つかないんですよ、うん、なんかどういう風にパッチがついてるのどうかって、うん、あとなんか寝てる状態が長いなぐらいしかね、分かんないと思うんですけど、そのちょっとの、まあ、僕らからしたら大きな差なんですよ、うん、そういう他の人から見たらちょっとの差でもあれだけ大きなことが生まれるんで、うんうん、やっぱりこうね、道着を、
ね、持ったところから打撃があるというかね、このラペルってこういうあの、ね、そう、裾とか帯でくくって殴るとかね、いろんな展開もあると思うんで、すごいスパイダーガードのスパイダー使いが圧勝するとか見てみたいですね。可能性があると思うんですよ。あのちょっとこう今 MMA とかって進化しすぎて、うん、もちろんその中でのなんかじゃんけんみたいな要素も多少ある、うん、あのね、A は B は B は C より強いとかそういうなんかあったとしても、やっぱだんだんそれが今はあの、ね、ちょっと薄れてきてると思うんですよ。もう強いやつは強い、それいい意味でね、じゃあの競技として成熟してきてるんで。だけどまだ同ゲーム MMA とかだったらなんかあるハメ技を覚えてるんですが、ある時期は当て勝つみたいな、うん、そういうちょっとなんか一回リセットされる部分があると思うんですよね、うん、アイデアも活用。確かに僕も本当に軽装とかじゃなくて、たまに言われるんですよね、柔術って昔あの活躍してましたね。でも本当に全く謙遜じゃなくて、これは事実として大したことないんですよ。大したことないんですけど、なんでそれができたかっていうと、あの時代ってまだあんまり技とか出回ってなくて、自分で考えてこれなんかできるんじゃないかっていうのが、うん、結構じゃんけん的になんかあのびっくり技的にできたんですよね。もう今はやっぱりある程度あの技ってバーってね、もう情報が、うん、例えばある日世界チャンピオンもある日っていうか1時間前にね使った技がもう全世界に広まっちゃうみたいな、うん、だからやっぱり前ほどそういうなんかこうなんですかね、あの思いつきの技で勝てるみたいな、あのよくも時代がちょっと変わってきた、うん、昔はアイデアマンが勝てた時は、うん、まあ、同期 MMA だったら、まあ、今はもうネット社会なんで広まるのは早かったとしても、もう一回その、まあ、全部リセットってわけじゃないですけど、まだそれがないので、一回そういうなんかアスリート同行じゃない人が、うん、まあ、もちろんそう全くフィジカルない人も無理だと思うんですよ、うん、だけどある程度一定以上のフィジカルあって、うん、アイデアマンが送りながら殴ったら勝てるんじゃないですか、うんうん、そういう時代をもう一回見れるのもちょっと楽しみだな。年齢っていうのもなんかもしかすると広くなりますかね。今やっぱり MMA って20代30代前半ぐらいが多分メインだと思うんですけど、はい、柔道とかでもやっぱり大先輩でもむちゃくちゃ強い先生とかいらっしゃるじゃないですか。そうですね、あるかもわかんないですね、あの結構、まあ、僕もそういうあのフィジカルトレーニングとかに関しては完全な専門家じゃないんでわかんない部分もあるんですけど、結構こうなんかガチっていう親父力って40ぐらいがなんか、うん、あの前世紀だみたいな話もあるんで、うんうん、やっぱりその MMA の特性としてはやっぱね、あの汗かきも多分スリッピーになってるし、うん、キープが難しかったりとか、よりやっぱりスタミナとかバランス感覚が必要になってくると思うんで、もちろんそれも長く、例えばそれも切る方法とかいろいろ進化してくると思うんですけど、最初はあのもしかしたらそうですね、結構マスター世代に、裸の MMA よりは あの年いっても調整しやすいんじゃないかなっていうのは、まあ、あくまで想像ですけどね、うん、でまたその僕らの、ね、いろいろ想像するじゃないですか、想像を超えたものも見たりして、うん、全然違ったんだって、うん、ごめんなさい、ね、結局やってみないと分かってるんですが、それをやってみたいですよね、答え合わせしたいですよね、うん、ちなみに今だとどういうタイプの、まあ、柔術か柔道かの戦いが MMA みたいに何かあります？初期としてはやっぱりその、柔道とか三歩上がりの人と、うん、柔術、うん、まあ、上がりというかそのちょっとそういうあの対決みたいですよね、うん、やっぱりあの何の競技でもそうなんですけど、めちゃめちゃトップに行く人って心技体全部持ってるじゃないですか、うん、僕はなんかだから変な言い方するともうちょっと下のレベルの人がどうやって戦いますか、人種とかもそうだし、うん、例えば柔術家はいろいろこうネチネチしたの得意だと思うんですけど、やっぱりこうある程度日本とかだと年いってから始めてる人も多いし、そこまでフィジカルビンビンでめちゃくちゃっていう人はあんま少ないと思うんですよ、どっちかと下からネジネジやる。で、たまに、で柔道とか言ってる人は体幹強いと思うし、そういう人がどういう気になるのバチバチ殴るのか、もう一瞬ただいやらしく、ね、あのスパイダーとか使いさせて、蹴り上げて三角取るみたいな、そういうちょっとなんか、うん、これもさっき言ったことも矛盾してるんですけど、あのトップはトップで、うん、本当にちょっとしたそういう、なんか、差で勝つみたいな、うん、下の方っていうか、
始まりの方で言うと、そういうなんか得意技がめちゃくちゃ分かれたりするな、うん、面白いですね、うん、あのそういう対立、うん、意思格闘技知識じゃないですけど、うん、見てみたいなっていうのはありますよね、うん、道義だから、まあ、サンボもそうですけど空手もありですよね。そうですね、うん、ただあの空手家の方々だとその例えば、その道義で MMA 的なリーグで出してる老舗の空道さん、大道場さんとかは多分相当あの、うん、他にない持ってると思うんですけど、他の多分、普通の空手の、うん、競技というか団体の方はあんまり道具を使うことがないと思うので、うんうんうん、あので果たして出てきていただけるものってもあるんですよね、うん、まず空手自体が、まあ、薄いじゃないですか。であの結構こうネットの書き込み見てると誤解なさってるかと思うんですけど、あの柔道着とか柔術着って暑いから締めが決まるんだって人ですけど、逆ではあの薄いのが決まるんですよ、うんうんうん、だたまに空手着とかテコンドー着で練習来てる人ですけど、まあ、たまに破けることだ。でも破けなかったらあの薄い方が締めってめちゃくちゃ鼻に入るんですよ。なんでちょっとあの、まあ、一応その競技性のためにも途中で破れちゃうとあれなんで、柔術着、柔道具をレギュレーションにしようと思ったんですけど、まあ、たまにスペシャルマッチで、まあ、例えばじゃあ空手着の、空手着で締めもありとかつかみありのも、うん、まあ、やるのスペシャルマッチだったら OK なんですけど、多分ねそれやると不利になっちゃうと思うんですよね、うん、あの非常に締めが入りやすいし、持たれたら、外れない、うん、皆さん分かると思うんですけど、あの革ジャン掴みにくいですよね。あのすごい極端なんですだけど、まあ、こういうシャツだったらめちゃくちゃ、ね、破れない限りは掴みやすいんです。だから簡単に掴めて簡単に締めに使えちゃうので、あのそうですね、純粋な空手団体の方にはあまり向いてないルールかもしれない、うんうん、でも全然あの大歓迎です。出てきていただけるのは、まあ、新しい価値観、うん、そういう僕はね、これからその大会をやる運営側であり、そっちはまあある種、まあ、また駆け出しですけど、まあ、ある種専門分野なんですけど、これから道義 MMA というのは僕ら場を提供するだけでその専門家じゃないので、うん、今僕が向いてるとこ向いてないと言ったことを、うん、いやそんなことねえっていう人は出てきて、うん、バンバン証明して、うん、お前間違ってるんだぞっていうことを、うん、あの僕らに分からせてほしいって、うん、いうのもあるんですよ、うん、ああ見てみたいですね。見てみたいですね、はい。そうだ、1点ごめんって聞きたいことがいいですか。はい、そうですね。まあ、道義 MMA もそうですし、あとバーリテード、うんうん、したときに、やっぱり危険なんじゃないかって、はい、あのあ、はいはい、やっぱりこの、ね、安全面とかを深みしながら、こう競技としてどんどん今の MMA ルールに昇華してたっていう背景があると思うんですけど、はいはい、逆にこう、何でもあり解禁しちゃうと、危ないんじゃないかっていう声も非常に多く、あのまあ、これからもいただくことになる。なおかつそのあたりが危険性っていうところについてどういうふうに考えますか。僕は危ないか危なくないかで言えば危ないと思うんですよ、うん、だけどその、結局これどこで折り合いつけるかじゃないんですけど、僕は無駄な危険を避けたいですやっぱり、うんうん、で結局は、まあ、これ言っちゃうと、まあ、身も蓋もないというか、まあ、極論なんですけど、その、危険を犯すに値するそういう価値があるかどうかだと思うんですね。うん、で僕はやっぱりそのバリテードを乱発するつもりないですし、あの基本的には、引退間際の選手が、引退したばかりでまだ動ける選手とかに、オファーをこちらからかけたいなと、向こうからやりたいって言ってきた場合はちょっと考えますけど、うんうん、そんなにやっぱ継続性がある、うん、とは思えないですね。やっぱりそのざっくり切っちゃったりとか、まあ、ガンガテとか、あと指折れちゃう、指って結構折れると、うん、完全に機能が戻りづらいというのもあるので、あんまりそういう、さっきね乱発するつもりはないです。でただその危険性でいうと、まあ、これはあの逃げじゃないですよ、逃げじゃないですよ、現実問題として、僕はやっぱりそのアウトドアの、もともとそのアウトドアキャンプの団体なんですね。でやっぱり、スキーとか登山とか、あと、まあ、海に潜る、あと漁師もそうですよ、ね、うんうん、やっぱりもう知り合いとか、まあ、顔見知りとかで言ったら本当石垣来てのこの、8年ぐらいだけで漁業関係者とか、あとマリンレジャーとか数十人の方が、まあ、
涙になられたりとか、あとその、キャンプ団体の、あリオットの冒険家の方とか、まあ、たくさんの方が亡くなられて、まあ、それと比べてどうこうっていうのじゃないですよ。じゃないですけど、格闘技ってそこまで危険ではないと思ってて、これ言い訳じゃないですか、言い訳じゃないんですか。なのでやっぱり、まあ、すぐ、ね、医療を受けられる場所にいますし、それがちゃんと熟練者の間で、その無駄な危険とか無駄に野蛮なことがあるんでなければ、ここは一つ の、 そのなんかチャレンジにして、それが例えばその無酸素での7大陸ですけど、何大陸最高のアタックとかと同じ、あとは例えばフリーダイビングで、ね、あの前人未到の深さに行くとか、あと、サーフィンで、なんか伝説の大波に挑む人もいる、まあ、ああいう感覚で、ただ無駄にね、無駄に遊びに行ってその準備ができてない人が亡くなったりとか大怪我するのと、やっぱりその競技でずっと生きてきた人が最後にチャレンジするのは意味合いが違うと僕は思ってて、それでもなお反発が来ると思うんですよ。例えばそのちょっと話ずれるんですけど、危険度で言えば、例えば僕は来た人をすぐ割とスパーリングに近いことやらせちゃう、多分そんなのダメだっていう指導者の人もいっぱいいると思うんです、例えば僕の知り合いの道場でも1ヶ月間みっちり基礎やらないとスパーリングやらせない、3ヶ月経たないとやらせない人、これはまあ答えは出ないですよ。例えばそのマリンレジャーで、まあ石垣とかだったら、まあ、シュノーケーでね、初心者で、まあ、やらせるじゃないですか、まあ事故起こる時もあるけど、まあ、まあ一応とかいろいろ、でもそれでも事故起こる、まあ人によっちゃね、やっぱり最初にちゃんとプールで何ヶ月練習させるべきだっていう人もいれば、でも僕はちょっと現実問題、そのさっきの、生徒さんが来た時に、やっぱり1ヶ月間その、あれ耐えられる基礎に耐えられる人も、ばかりじゃないので、まあ、そのリスクは僕は受け入れる、受け入れない先生も僕は尊重する、でまあ、ちょっと話戻すと、今度のバーリテュード。バーリテュードも、受け入れる人もいると思う、そんなの冗談じゃないっていう人もいると思う。で、僕はさっきも言ったように、その辺の素人捕まえてきて、わけわかんない、お互い防御法も知らない、攻め方も知らない、ね、そういう人も無駄に大怪我させるつもりはないです。熟練者がそのリスクを分かった上で、昔もそういうバーリテュードありました、UFC でしょ、ただ、あの頃はそこまで技術も。で今僕はなんであそこに戻りたいかというと、まあ、ルールは戻るんですけど、やることとしてはこの20年30年の MMA、ね、とか、あとまあ他の武道もちょっと僕が知らないものもあるし、進化してきた中でそれをもう一度やったらどういうものが見れるのかって、その冒険としてその危険に見合う価値が、まあ、それは全員100人が100人で、同意はしていかないかもしれないですけど、僕はこれだったら同意してくれる人もいるんじゃないかなっていうレベルの人、あと覚悟がある人、ね、まあ、責任が取れるっていうのは、責任なんて最終的にはね、本当に取り切ることとできるのかというのはそれはあるんですけど、そういう準備ができている人で、まだその僕らが見てない先の戦いを見たいなっていうのがあると思うんですね、まあ、危険だと思いますから、危険なんですけど、ね、全く準備できてない人が、ちょっといきなりエベレスト登ってくるわっつって、それで大事故に遭うと、真摯にそこにずっとやってた人が、まあ、結果残念ながら事故に遭われてしまったら全く意味合いが違うと思うので、そのままもうだから、まあ、いわゆる例えば喧嘩自慢みたいな感じの人で周り続けるとかはもうなく、それはないですね、プロの中でもできれば、まあ、本当にプロ中のプロというか、そうですね、プレーの高い人同士で、そうですね、特に周りというか、アマチュア大会もやろうと思ってるんで、もちろんそのなんかうちはそれを否定するわけじゃないですけど、今流行りのね、不良を集めてどうこうとか、ああいうのはやらないですけど、普通に健全なアマチュア大会はやろうと思ってます。アマチュアもやるだけど、そういうまだ準備ができない人はアマチュアでしっかり、その勉強してもらって、覚えてもらって、
で、まあ、トミー MMA とか経て、まあ、最終的に、ね、あのもしかしたらうちの生え抜きでそういう最後回れてるやる人いるかもしれないですけど、今のところはまだあの僕らまだこれから始まる団体なので、うんね、他で培ってきたものをあの他の MMA とか、ね、競技で培ってきた人になると思うんですけど、そういう人に基本的には若い選手とかはまだ考えてない、基本的には、うん、僕らから声をかけることはないって感じですね、うんうん、はい。で1個あのごめんなさい、もう1個だけが、はい、まあそのまあ、いわゆるその、まあ、喧嘩自慢みたいな感じの、ああいう声のため路線ではないというところ、そうですね、全然否定してるんではなくて、はい、思うんですけど、はい、差別化ですよ、はい、煽りって、もともとローマンって、あの、まあ、煽り禁止とまで言ってないですけど、なあの基本的には禁止っていう前提 で、 そうです、ね、今、選手を募集してますよね。はい、それってなんかどういうなんか真意とか狙いとか、いや、好みなのか、まあ、うん、結局、まあね、法律はあんま明るくないんで分かんないですけど、あのどこまでが煽りなのか、確かに決めるのは難しいと思うんですよね。例えば僕らがその感知してないところで SNS 上の2人がやり合うとかあれなんですけど、やっぱり会場とかで乱闘になっちゃうとか、うん、あのああいうのはちょっとやっぱりあの別にそれを見ても怒るとかはないんですけど、ね、あのちょっとやつのうちとから違うんでもダメっていうことであの激怒して出禁とかじゃないんですけど、うん、ちょっとあのチームはそういうこと出れないんでごめんなさいとは言うと思います、うんうんうん、やっぱりちょっと戦いの場にあまりふさわしくないと思う、うん、だからちょっとあの、一応基本的にうちリングネームとかもちょっとあのなるべくなしのところで、うんうん、あと入場曲とかもあまりにも戦いの場にあのふさわしくないのとかは、うん、あのちょっとお断りさせていただこうかなと思ってまして、うんうん、一応ある程度の、一貫性、うんうん、例えばなんかあのその曲が悪いとかじゃないんですけど、うんね、めちゃくちゃそのなんかお笑いの歌みたいなのかかっちゃったり、うんうん、なんか雰囲気がまた変わっちゃうので、うんうん、その辺だけはちょっと申し訳ないんですけど、うん、それを否定するとかじゃないです、うん、ちょっとやるの違うかなと思って、うんうんうん、ある程度の一貫性を果たせようと、うん、はい。ヤオさん自身も個人的にですけど、あんまり煽りとか好きというか得意じゃないっていうか、前も取材で困ってましたけど、ね、そうですね、テレビとかね、アイドル超発してくれって言うんですけど、全然僕はあの格闘技やってる人に関しては尊敬しかないので、うん、やっぱり、ね、格闘技ってあの、ね、最初にあもちろんお金とか名声大事ですよ、大事ですよ、最初にお金とか名声ありきで始められるほど甘いもんじゃないんで、ね、最低でも 3年とかぐらいは毎日死ぬほど練習して、ね、うん、それで才能ある一握りの人がやっと、うん、あのプロの最初の大会に出るみたいな、うん、初級レベルぐらいのプロ、その中から積み上げていくもんなんで、うん、まあ出てくる人ってすごい純粋な人多いんですよね、うん、だからその人に対して僕なんかあのすごい面白いのがあんま自分の中でできないやつがあるんですけど、まああとなんかちょっとこれは分かんないですよ、本人たち聞いたわけじゃないから分かんないんですけど、今もこうツイッターとかで絶戦とか見てて本気で言ってんのかなみたいな、うん、ちょっとギャグに見えちゃう、うん、あのちょっと誤解を恐れずに言うと、お前やっちゃうぞみたいな、うん、あれこれって P なのかな、例えば P だったら P にするこれあれじゃないですか、僕実はああいうのって僕は言わないです、うん、僕は言わないですけど、相手に言われても相手が本気で言ってると思ったらあんまり気にならないんですよ僕は、あそうだよね、それぐらいの気持ちじゃないと格闘技ができないしねって掘るぞとかそういうのにすごい過剰に反応する人も分かります、嫌がる人がいるのが分かるって僕は言わないんですけど、うん、僕は相手が本気で言ってるならそんなに気にならないです、ただ戦いの場でギャグでなんかわーみたいに言ってるのはちょっとなんかせっかくこっち真面目にやってるのになって、まあ、もう怒るまではないですけど、うん、なんかその場がおちゃらけに見えちゃうみたいな、うん、うん、だから相手が本気で、うん、本気でこう生きてるんだったら別に僕は個人的には気になる、うん、でも相手が嫌がるから相手に言わないですよ、こうだと思うと言わない、絶対言わないですけど、そうだからちょっと今最近そのエンタメ化が進みすぎてその実際やってやるっていうのが、うん、
なんかちょっと茶番に見えちゃう面があって、うん、それは避けたいなっていう、うんうん、ただちょっとやっぱりそれをじゃあうちの団体として、あの君本気で言ってるからいいよ、じゃあ君は本気じゃないかって、それはちょっと僕に判断つかない部分もあるので、だったらちょっとあの、うんうん、ただね、煽りはちょっと、うん、そう、煽りはもう全て一組にしてやめるっていう、うん、なるほど、そして会場とかでそういうことをしたら、あの、申し訳ないですけど、ちょっと俺うちでは無理なんで、うん、ちょっと次村口の大会に申し訳ないんですけど出ていただかないのでっていうのを考えてます、うん、そうですね、うん、だいぶローマンの割とこう、まあその輪郭という輪郭が見えてきましたね、はい、はい、ありがとうございます、はい、そんな感じで、はい、はい、まあまあ今回はちょっと割と真面目な話したんですけど、まあ実験チャンネルってことで、これからちょっといろいろ、まあ、なるべく定期的にやっていきたいと思いますので、はい、ご視聴よろしくお願いします。お願いします。